皆さんこんにちは。京都西陣、帯の織屋増田隆夫の4代目当主隆夫修子です。今日はなんと私どもが5月29日呉服の日に始めました金閣寺サロンを丸裸にするご紹介動画を、お届けしたいと思います。内容は大きく2つです。1つはこの金閣寺サロンにどうやってたどり着いたらいいか、そのアクセスについてのご紹介で、もう一つは、この金閣寺サロンの中身と、そのここで、ご提供させていただいているサービスの中身を全部丸っぽご紹介します。一言で言うとね、金閣寺サロンって皆様の着物に関するお困りごとやサービスにお答えする場所としてオープンした店舗なんですよ。それを踏まえて皆さん、これから結構ちょっと長いかもねお付き合いください。最後まで見てくださいよ。まずは、金閣寺サロンの、場所アクセスなんですけど、もうこの名前の通り金閣寺サロンの本そばにあります。金閣寺サロンじゃない、金閣寺の本そばにあるし金閣寺サロンやねん。ここをね、広域避難場所が金閣寺っていう、なんていう素敵なロケーションなんでしょうっていうところに、実はここをもともと自宅として使っていた場所なんですね。で、住所とかはこう今多分ねテロップか何か Google マップか何かが出る予定なので、ご覧になってみてくださいね。で、この金閣寺サロンまでの、詳しい、行き方のご紹介、ここへ来る行き方のご紹介になります。まず京都駅からのご紹介をさせていただくんですけれども、タクシーでご利用いただくと、やっぱりちょっと道の混み具合によって、時間差があるんですけど、だいたい早くて30分、ちょっとかかるかなと思ったら40分ぐらいかかるかな。でここはね、そこそこ距離あるんで、交通事情で割とこう前後する感じになります。お金はだいたいね2、3000円ぐらいはかかってくるかなです。そんな感じ の京都市で言いますと北西部に位置する、場所になってます。それから、電車とバスをご利用いただいた場合、これがね約30分ぐらい、多分最短コースなんですけど、電車がまず京都駅から山陰本線っていうのに乗り換えてもろて、円町駅っていうところで降ります。値段は190円で行けますよ、来れますよ。でその後バスに乗り換えてもろて、バスのバス停の名前は西野京円町っていうのに変わります。でそっから市営のバスに乗ってもろて、205番金閣寺道北王子バスターミナル行きっていうのに乗ってもろて、わら天神で降りてください。金閣寺のそば屋っていう境、ほんまにね金閣寺道っていうバス停でも、うわ落ちた、びっくりした。これね私の大好きな帯ね、もうどうしたん、お前自己主張激しいよね、びっくりしたよ。はい、結婚と米の出会いでございました。はい、で、そうなの、そのバス停がね、そうそう、ちょうど中間にあるんですよ、この金閣寺道と和良天神のちょうど真ん中あたりなんですよ。で若干和良天神が近いかなと思うのと、金閣寺道だとこうちょっと行き過ぎて戻る感じになるんで、今日の後からねバス停からのご紹介っていうのもさせていただくんですけど、それもちょっと今回は和良天神のパターンで撮らせていただきました。ただ、金閣寺によってこっちに来るっていう、作戦も取れますので、まずは和良天神で降りるにさせていただきますね。で和良天神だと、和良天神だとっていうか、バスの方のお値段は230円トータル420円合ってるかなで来られますよ。はい。
それから、バスだけで来るっていう方法もございます。これはね、一発乗るだけで藁天神までたどり着きますので大変簡単ではございますが、時間の方がこれまたね、タクシーより当然のことながら時間はかかりますし、交通事情によって前後するっていうところが、弱点といえば弱点でございます。だいたいご案内が約50分ぐらいとなっております。ただバスとしては市営の50番、立命館大学行きっていうやつか、先ほどのご紹介の205番両方乗れます。で、同じく藁天神で降りていただいて点々点、だいたい5分ぐらいかな、バス停からはね、後からね実際に歩いたやつを流しますのでね、ご覧ください。あ、約4分で書いてあった、ごめんなさい約4分だそうです。私の足だとどうかなみたいな、そんな感じでございましてですね、動画を撮影しましたので、ご覧くださいませ。どうぞ。それでは皆さん、こちらが藁天神前のバス停でございます。はい、ここからですね約4分で本当にたどり着くか、一緒に進んでいきたいと思いますよ。はい、藁天神前というからここが藁天神かと思いきや実は全然違います。こちら八幡神社さんですね、はい、これを通り過ぎてもうちょっといたところに藁天神ございますのでご紹介させていただきますよ。ですね、私は今こう草履を履いて歩いてるんで、Google マップさん4分っていうのはなんかこうどういう物を書いてとかっていうのも規定があるらしいので、通り通ってもないかもしれませんのでね、行きますよ、どんどん行きますよ。でここの交差点も藁天神前です。そして有名な浜寿司、でして、なおかつその時にね男か女かを何ていうの、見てくれはるんですよ、分かるのもらうんですよ。それが藁なんですよ。でそれに節があるのとないのとで男か女かを見分けるっちゅう、何ていうの、占いみたいなやつが漏れなくついてましたね。それがなかなか面白いんですよ。で私の場合は大正解男子だったんですけど、あるんですよ。原田
りの桜見、あの結構ちょっと知る人ぞ知る、でもそのあのタクシーでしか行けないんで、もうねあの時期になるとタクシーずらずらずらって前並ぶぐらい、あの最近ちょっとだけね注目されてて、なんとねあの桜の咲き具合によって値段が違うという。時間出てまいりました老舗のバイカルさん。このバイカルさんは本当に素晴らしい。何いつ本当子供の時からあるんですよ。小学校高校とかずっともう変わらない味を受けていただいたんです。タクシーに乗っていただいてもね、あのピンコシのバイカルご存知ですか、大抵運転手さん知ってはりますしね。バイカルの道曲がってもらったらって言うたら、あの案外到着しちゃうぐらい、あのバイカル地元のお魚屋さんの西屋さんでございます。西屋さんはあの佐々木修郎さんのお宅の一歩駅に揃えていましたけどね。私ね、これ今これちっちゃな自慢なんですけど、佐々木蔵之介さんのお兄ちゃんと同級生めっちゃちっちゃい。で、でもだから佐々木修郎さんはすごい私は大事にしていてですね、神様のお酒とかはあの佐々木酒造さんの西陣っていうお酒を使うようにしてるんですよね。ちっちゃなこだわりでございます。そしていよいよ到着間近でございます。何分でしょうか、後で見てみましょうね。そしてこちらのウェルカムボードがお迎えさせていただきますし、これはね毎日その日に合わせてあの書き換えてるんですよね。で、今のうち金額サロンのこれはあの私どもの広幅で折った、年金のあの手織りの70センチ幅かな、これは美智子上皇后のドレスを折らせていただいた時に作った旗で折ってるの、これシャーの綺麗になります。そしてですね、今はあの寒い季節なので、季節に合わせたペンギンさん、あの季節に合わせたのれんがあなたをお出迎えいたします。そして普段はねこんな風にあの閉まってるようなんですけど、実はねちょこっとだけ開けてあるんですよ。なのであのピンポン押してもらわなくて もういきなりこうカラカラーと開けていただいたら、お店の中に到着いたしますし、のれんがかかってたら営業してると思ってください、簡単に、はい、なのでどうぞ到着です。